確定申告は自営業や年収が2000万円を超えるサラリーマンなどが対象で、県内8カ所の申告会場のうち津市の会場では朝から申告書を持った多くの人が会場を訪れていました。今年も新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から入場整理券を配布するなど場内の人数を制限して行われているほか、マスクの着用や最低人数での来場を呼びかけています。また会場を訪れることなく自宅などからオンラインで申告できる e-tax の利用を呼びかけています。所得税などの確定申告は来月15日までですが、新型コロナウイルスの影響で期限内の申告が難しい人を対象に4月15日までの延長が認められています。